10年前の開門の日以来、我が王国は存亡の危機を迎えていた。だが命が朽ち、心が突き果てて行かんとする地に、奇跡の剣を持ち立つ者があった。アルトリウス・コールブランドである。アルトリウス！絶望に凍りついた私の心が感じるのは、血まみれの肉の味とあの男への憎悪だけだ。知らなくてよいのですか？あの夜見たものが何なのか。あの男はどこにいる？無事に脱獄できたらお話しします。脱獄か、いいわ。アルトリウス様、殺す。逃げていいわよ、あんたたちも。そうはいかん、お前が死んだら恩が返せない。なんじゃあの主らは。やっと安眠してるわしを起こしよってからに。戦力が足りない、力を貸せ。逃がさない、お前だけは。この世界で起こっている真実を知りたいのです。僕は。そやつ自爆する気じゃぞ。どうする、連れて行くか。一緒に行くって決めたのは僕だよ。引け、全員でこの島を出る。あなたは剣そのものなのって。サヤもとっくに捨てたの。お前がここで止まっても俺は清涼と戦う。私は引かない。せいぜい俺に言うな。ライセット、もう元には戻れない。悩めばいい、それも生きている証だ。これが私の生き方だ。